おはようございます、こんにちは、こんばんは、プロテインです。今日はですね、まあ今話題になってるかわかんないですけど、まあちょうど5月、まあ新社会人の方が5月病になったり、すげえ落ち込んでもう行きたくねえんじゃないかなって思ってると思うので、まあ僕のちょっと経験談もですね、まあ社畜話をしようかなと思います。ほんとマジで辛いですよね、毎日。まあ特にさ、まあ土日休みの人は日曜日の7時ぐらいからちょっと鬱になってきて、あ、俺はねもう2時ぐらいから鬱になってくるんですけど、でだんだん8時9時ぐらいになってくると、もうなんか明日のこと考えてさ、あーもう終わりかみたいな感じでね。で目つぶるのが怖いですよね、夜ね。寝るときにさ、うわー目つぶったらもう明日朝早く起きて支度しなきゃみたいな。そしてすげえ眠気まなんか俺食事したりとかさ、まあスーツに着替えたりとかするんですけど、まあ、すごい嫌ですよね。わかります。で、何がね、俺嫌だったかというとね、我慢しなきゃ いけないところね。何を我慢するかっていろいろあると思うんですけど、僕は結構、まあ、一人っ子で、まあ、結構自分の一人の時間ってすごい好きなんですよ。食事するときも一人がいいし、まあ、結構そういうのが多かったんですけど。で、まあ、結構夜ご飯が結構楽しみのために帰ってたのもあるんですけど、まあ、結構ね、まあ、会社、社会人になってから、まあ、付き合いがあるからね。まあ、よし、今日は仕事早く終わって帰ろうと思った時に、まあ、同期とか上司とかから、よし、今日食事行くっしょ、みたいな話になると、マジかよ、みたいな。マジかよ。今日すげえ、お米炊いてすげえお肉、もう用意して、すげえ自分の大好物のやつ買おうとして、作ってたのに、マジかよ、みたいなね。うん、しかもその日に、限ってすげえ早く帰れるみたいな。ゆとりがあるときに声かけられちゃうみたいな。あ、はい、行きましょうみたいな感じでね。それで夜、まあ、まだ土日休みじゃない、金曜日でもない、水曜日とか火曜日とかに食事行って夜11時ぐらいまで飲んで、うわ、マジかよ、まだしたんのかよ、みたいなね。で、もう家帰ったらすぐお風呂入って、そのままバッタンキューで寝ると。で、朝、起きたら、なんか寝癖がブワーってなって、うわ、マジかよ、みたいな。しかもなんか、ちょっと頭痛いし、昨日飲みすぎたし、みたいな。そんなのも多かったですね。あとは、他には、まあなんでしょうね。まあ土曜日、休日出勤とかね。ほんときつかったよね。金曜日、やっぱ花金っていうだけあって、金曜日の夜はもう好き放題やろうと。まだ休みめちゃめちゃあるし、みたいな。あるんだけども、土曜日出勤しなきゃいけないってなると、もうすぐまた寝てね、ちょっとまだ心の中でそわそわしながら寝たりっていうのも、すげえ嫌でしたね。まあなので、もうどうやって乗り越えるかというと、やっぱり、我慢しかないですよ。あと自分、いずれは自分のためになるなと。そういうのがやっぱ大事だと思う。今までは、まあ、なんだろう、自由奔放に、自由を無尽に、いろいろできたけど、やっぱりね、我慢が大事ですね。そして我慢する中でも、これは自分のためになってるんだぞと。ただ、表面上だけでね、うわ、マジ嫌だな、みたいな、我慢しなきゃなって思っちゃうと絶対嫌になると思うんですけど、まあ、それが絶対自分のためになるなと、何かしら今後ね、良くなっていくなって希望を抱きながらね、期待を抱きながら過ごすと、まあ、若干耐えられるのかな、なんて思います。で、やっぱりね、まあ、言ったら実際ちょっと楽しかったりするんですよ。まあ、なので、何事もね、その嫌な顔を見せない。行ったらもう行ったらしょうがない。絶対行かなくちゃいけないんだから。そしたらもう、何が何でも笑わせようとか、盛り上げようとか、そういうのはね、やっぱ大事じゃないかなと思います。自分のためにもね、自分も楽しくなっていくから。もうそうやって僕は、まあ生きてきたかなって感じなので、まあいつの時代になっても嫌ですよ。まあ上司だろうと、年上の、まあ先輩社員だろうと、人間だからね。絶対嫌だと思う、仕事とかって。まあ楽しく。まあ僕も3年目になりますけど、毎日嫌ですからね。まあ新社会人の皆さんも、まあこれから、社会に出る皆さんも、ぜひ、まあ楽しく行きましょう。そしてぜひ、この動画を通じて、まあ笑顔になってもらえたらなと思います。
で、結構その仕事あるあるとかで、休みの日に限って早く起きちゃうみたいなね。うん、なんかそんな睡眠取れないみたいな。で、その、出勤する人がになると、うわ、まだ寝てたいのに、でも目が全然冴えなくてね、すっげえ眠かったりするんですよ。なんでだろうね、あれ。うん、やっぱ気持ちの面なんだろうと思うけど、逆だったらすげえありがたいんですけどね。こうやって休日とかに今撮ってるんですけど、休日は目が冴えてね、いろいろ活動的に動けるんですけど、その出勤日になると、なんかやたら、ああ、だりーなとか、すげえ眠気が来るんですけど、なんなんだろうね。うん、まあ、しょうがないっす。頑張りましょう。またバイバイ。